まあ、これを見られる方ってクラウドコンピューティングっていう言葉がこうピンとこない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、一言で言うとクラウドってどういうふうなものだっていうご説明をされてますか？はっきり言うと自分簡単に言っちゃうと自分の手元にデータとアプリケーションの2つを置かないってことで、堅牢なデータセンターに置くので、自分が端末をトイレで落としても、それから被災しても何が起こってもデータが消えないアプリケーションはすぐに別の場所からやればアクセスできて動くと、こういうことですよね。安全なんです。二つ目はですね、自分があんまりその IT のことをしなくても簡単で使えると、バージョンアップもないんですよね。それから三つ目は、一番最初の初期投資がないんですよね。全部ベンダーがリスク持ってくれると、2ヶ月ため使ってみて嫌だったらもうやめちゃえと、で他のものを使おうということが可能なんですね。この三大、なんていうかな、メリットプラス震災対応安全性ですよね、はい、こういうことからクラウドが今世界中で普及が始まっているわけです、はい、でそして IT の復興に対する貢献っていうのがだんだん見えてきたと、先ほどの自治体の話もそうですし、で流された話をね、今度は流されないようにするっていう話もありますよね。それは当然これから四国、宮崎、和歌山で必要になってきますよね。よって我々がやるべきことは やっと分かってきた、うん、だから展望で着地が何かということはいろいろあるけれども、少なくとも災害に強い IT 環境を日本で作るということは、間違いなくみんなの、日本中の IT ベンダーのクラウドを志向するベンダーに心の中に強くね残ったんじゃないかなと思いますので、それをとにかく車輪を回して止めないようにしていこうということだけですね。そのプロセスの中で世界と勝負していける日本のクラウドっていうのを形作ろうと思っています。